水陸両用車まで3、2、1、ゴー。うおー。ということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけど、100日後に帝国を作る男シリーズ、今回第26回目ということでやっていきたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。このシリーズはですね、建築学生である僕がレゴフォートナイトで本気を出したら一体どうなってしまうのかというシリーズになっております。こういう動画が好き、もっと見たいよって方はですね、好評であれば続いていくので、まだの方はね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで本日やっていくことなんですけども、まあタイトルにもある通りね、レゴで乗り物を作ってくれと、乗り物を教えてくれってね、リクエストをねたくさんありがたいことにいただくんですけど、まあそのリクエストにもうとうとうね、レゴフォートナイト界のねチャンピオンがねお答えしていこうということでね、やっていきたいと思います。3つね、皆さんがね真似できやすいようにね、もう1から10まで全て解説していきたいと思うので、よければね最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。さあ、ということで、まず一つ目紹介していくのはですね、車でございますね。はい、車です。さあ、やっていきますよ。まず基本的にね、乗り物を作るときに大事なやつなんですけど、このね、半壁ってあるじゃないですか。これを使っていきます。何するにしても。最初浮かすんですよね、絶対に。これを、まあ適当な感覚で、等間隔で置いていただければと思うんですけど、2、3、4、5、まあこんなもんかなって思ったら、同じ幅で、こうかな。これで多分同じ幅だよね。OK。そうしたら続いてやることはですね、はい、ダイナミックファウンデーションでございます。こちらですよ。こちらをこう見るとやりやすいかな。こう見て、で、こう置いてみる。で、自分の奥側から最初に置くと、こんな感じで、どこが真ん中っていうのがね、わかりやすいから。で、ここから2枚重ねておきます。で、これがね、まず一番大切なね、パーツになっていきますので、こちらをね、皆さんお忘れなく。そしてですね、車といったらですね、まあ、バギーとかかなと、オフロードというかね、ちゃんとした車だとね、なんかね、この大地をさ、プリウスが走ったら多分傷だらけじゃん。まあ、そういう感じでね、大地に適応するという意味でもね、ちょっとワイルドな車を作っていこうと思うので、まず基礎、このダイナミック基礎のこれ1個1マスちょっとピッて入って、で横はぴったりね合わせて、これでやっていきますと。で、これを反対側も同じことやっていきます。これでこれ1個へこますと、はい、1個へこます、はいはい、これで OK。 これをねまず作るわけですよ。そうしたら続いてですね、こちらにホイールの台をつけていきましょうと。これね、ちょうど設置するぐらいで大丈夫かな、こんな感じで。で、ちょうど真ん中にね、置いてくださいと。これを反対側にもつけていきましょう。これでいいね。OK。これで前輪が完成いたしましたね。そして後輪もね、つけていくんですけれども、後輪はですね、こちら。これ1個へこますのはまあ共通でいいんですけど、後ろはね、まあ1個で大丈夫です。まあ2個でもいいんですけどね、正直な話。まあこれで、よいしょ。これ1個ずつね、つけていきます。前と同じような置き方なんですけど、後ろは1個少なく。やっていきますと。そうして後ろに同じくホイールをねつけていきますと。こんな感じ。あ、ずれてる。このねスレスレじゃないとね、このスレスレね、この基礎スレスレみたいな感じで後ろにも置いていきます。スレスレでね、むずいんだよねこれ。あ、いけた。こんな感じかな。 OK。 これで対称で、これで一旦完璧だと。下はいいよと。これでね、そうして続いてやっていくのがスラスターの台、こちらをねつけていきます。これね、まあいっぱいつければつけるほどスポーツカーになりますねこれはちなみに。でこれ一回下ろしちゃうともうつかなくなるんで、そこはね注意していただいてと。ここからどうしたらいいんだという話なんですけども、ここからは柵ですね。この鋼板の手すりって読むのか厚板と読むのか分かんないですけど、これをね置きます。このね向きあると思うんですけど、こうやって置きます。はい。そうして続いて02ですね、厚板の手すり02をこんな感じでこう反対向けてこういう風に置きますと。はい、完璧です。そして続いて、こうね、ここを、この置けるスレスレでこう置いて、反対側にして、こう置きます。はい、こんな感じね、上から見ると。はい、わかりやすいね。で、こうしたらですね、続いて、もう一回ね、トップのこれと同じものをこう持ってきて、これを裏返して、こうやって置きます。そうして続いてやることはですね、こちら、建築ピースの壁に行っていただいて、下にバーって下がるとね、アンバー色の半壁があるので、こちらをね、こんな感じで真ん中ぐらいに置きますと。両方にね、置いてください。はい、こんな感じね。で、お腹が空いたので、お肉を食べます。はい、で、花崗岩の基礎。これね、体幹石の方が硬いんですよ。だから、花崗岩の基礎。まあ、どっちでもいいですよ。木の基礎でもどっちでもいいんですけど、花崗岩の基礎をこういう風に置きますと。はい、ということで、ここから、スラスターをね、置いていくわけなんですけども、こんな感じで、ポンポン。はい、これね、テコの原理じゃないけど、その支点から離れたところに置くことによって曲がりやすくなるっていう原理だね、これは。で、その後に、僕はね、補強として、床をこの上にちょうど覆うようにして置きます。そしてですね、それができたら、この置いた柱を壊します。はい、これで完璧ね。
そしたらですね、反対側も同じようなことをやっていきましょう。こうしてこうね、こうしてこうして、でスラスターをポンポンで、これでさっきのこれで OK と。でそしたらこの半壁を壊します。はい、下ろして、あ、これバグってる、大丈夫、消えてない、たまにバグってね、スラスターがとか消滅することあるんだけど、大丈夫かな、大丈夫かな、アイテムに追加されてないよね、あるあるある、表示されてるね、大丈夫。そしてここまで来たらですね、続いてやることはこのおもちゃからレバーです。レバーに行っていただいて、この手前こちらにね、ポンポンと2つつけてください。これはね、どういう役割を果たすかと言いますと、こっちを押すと左に曲がる、こっちを押すと右に曲がるっていうね、このね、直感的な操作が可能になっております。このスラスターの向きをね、これ逆にすると逆になります。これね、お好みでやっていただいてもいいんですけど、まあ直感的な方がいいよって方はこの形を使ってみてください。はい、ということでここからはですね、今つけたね、方向転換の指示器が吹っ飛ばないようにするための工夫なんですけども、これはね、板をね置いていきましょう。こちらの板をこうして、はいはいはい、こうしてポン、で上にポン、こんな感じで覆うようにすると飛んでいきにくくなりますよね。そうして続いて、もうできるだけね、できるだけちょっと自分も動きたくないということで、こんな感じでやると、ここにね、スイッチをもう一個置くんですけど、動かなくても済むよと、やりやすくなるよと。続いて、まあ、デコレーションなんですけども、柵のとこからこの愉快な手すり、愉快な手すりのこっちかな、1、これをね、つけるとね、なんか車っぽくなるんだよね。こんな感じで、あ、難しい。はい、こんな感じで、はい、車っぽいと。はい、もう車っぽい。もうだいぶ来てる。だいぶ来てる。さあ、そうして続いて、こちらの基礎から、このね、花崗岩の基礎。これもね、石の方がね、壊れない気がするんだよね。ということで、この端に合わせて、こうやって、石をこういう風に置いていきます。で、こう、加工。ちょうどね、ちょうどこうなるから、ちょうどいい感じになりますので、そうしたら完成かな。タイヤあるし、スラスターもあるし、って感じで、まあ、これで大方完成だと。で、完成したらですね、この下の、最初浮かせたね、これをね、壊していただいて、はい、これで、発進準備完了ですね。これスラスターあるよね、あるよね、これ透明になってるけど、うわーすげー、なにこれ、こんなとこにスラスターあるよ、え、やばすぎだろこれ、どういう挙動これ、うわすっごいバグ。これで多分動くと思いますので、それではやっていきましょうか。まず一つ目の車両、車、実際に動くのか検証スタート。おお、素晴らしい。はい、右に曲がりたい、あ、いいね、左曲がりたい、あ、いいね、素晴らしいんじゃないかと。右曲がりたい、まっすぐ、これでね、一回帰ろうか一回、あ、素晴らしいですね、素晴らしいですと。これで右曲がる、右曲がる、これね、ごっつい、もう縦横無尽にね、駆け回ることできますからね、いらないものすべて破壊していっていただけるという車になっております。素晴らしいと。これは、うわ、やっべ、めちゃくちゃ重いぞ、めちゃくちゃ重い。あ、左曲がりたい、左、はい、いけ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 、あ、いいね、いいね、左曲がって完璧ですね、これで。おー、帰ってきた帰ってきた、ただいまーと。はい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 、ただいまただいま、はい、ただいまーと。 OK ということで、1台目完成いたしました。ちょっとバグりすぎてるけどね、できましたね、1台目。これ何なんだよこれ。ということで、以上1台目車でございました。バイバーイ。さあ、ということで2つ目の乗り物なんですけども、皆さんと一緒に作っていきたいと思います。これもね、真似しやすいようにやっていきましょう。はい、ということで、まずやることは一緒ですね。半壁をね、同じスパンで置いていただいて、だいたいこんな感じかな、こんぐらいかな。さあ、続いて階段をね、こっちからやっといて、でこれで頑張れ、あ、頑張れ、あ、頑張れ、あ、こうして、はい、これで真ん中に1個、そして2個という感じで置きますと。はい、これで安定ですね。さあ、続いてやることはですね、まあもう基本的に同じなんですけれども、スラスターをつけていきましょう。これもね、どんだけの速さで進みたいかによってね、頑張っていきましょう。これで、さあ続いて、もうこれでいいのかな、これで完成だね。そしてもうさっきと同じ感じですね、柵でこのね、もうパパパっていきますね。もうこれ基本動作なんで、皆さん覚えていただけると、もうサクサク進むんじゃないかと思います。こうして、で、こうして、で、こうして、反対向きにして、こう。これが基本形となりますと。そうしてですね、今思いついたことなんですけど、これタイヤとかね、この辺つけとくと多分、衝撃とかね、吸収してくれるような気がする。そのバーンって当たっちゃった時とかね、こうやってやっておくといいような気がします。さあ、そして、ここから、やることは、壁のとこに飛んでいただいて、半壁ですね。アンバー色の半壁。まあ、なんでもいいんですけど、これ、一本のやつ。こうやってやっていただいて、そして、基礎を、また同じようにね、置いていくと。はい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 、はい、はい、と。んで、こうして、
こうね、はい、同じです、さっきと同じと。そうしてスラスターショー、こちらをねポンポン、はい、2個つけたら、床をつけましょう。これはお好みなんですけどね、これはこれでこうしていただいて、でこれをボン沈めると。よーし、これで大丈夫。これを同じようなことを2個やっていきましょう。これはレバーを2つポイポイと。そして床を、この正方形の床ね、これを置いて、これでこうしてこう、オッケー、これでだいぶいい感じ。なんか前にタイヤつけると船っぽいね。でさっきと同じようにね、このアクセサリーみたいなごっついやつこれつけたらね、こことかでもいいんじゃない。まあでも重くなるからね、嫌な人はねつけない方がいいと思います。重量がねあるんで。んでから基礎の2、この細長いやつをここン。あ、石がない、石がないだって、悔しいです。ちょっと石集めよう。はい、ということで、はい、石集めてきたんで、こんな感じでさっきと同じようにこんな感じで置いてくださいと。でこれね、ちょっと紐となってくるような気もするんですけど、これ一回ねこう落とすじゃないですか、こうやってね落とします、落とします。で、あ、で忘れてた、正面のレバーもね忘れないようにしてくださいね。ここのレバーね、僕がおすすめしてるのはこの細いやつをまずこう置いてこう、そしてレバーをここに置いて、これで完成。お船ですね、ヨットみたいな感じかな、ちっちゃい船みたいな感じですね。これね、でもこれこんな感じで陸地で作ったことないんだけど、うまく動くかっていうね、これはちょっと不安なとこがありますけども、これで進んでみるとどうだろう。頼む、ノー。ああ、やっぱそうだよね。でこれでちょっとこういう風に、こんな風にやると、はい、ということで船が完成いたしました。いいね、これ。運河をね進んでいくと。でこれね、もう岩とかお構いなく全部壊していけるからね。ああ、素晴らしいですね。ヨットが完成いたしました。ああ、完璧です。わ、いいね、これ。ロマンあるんじゃないですか。ちょっとこれどうやってくぐる、これ。これ俺の腕の見せ所。ノー、オッケー、いいんじゃない。うおー、おー、いいね。なんかそういうアトラクションみたいじゃん。はい、完璧です。ということで船がね完成いたしました。うまっ、操縦めちゃくちゃうまい。こんな感じでね、船でね、いろんなところで船旅を作る、つんできる、んやることができます。船旅をすることができますと。こう海とかでね、そのアトラクションみたいな感じでやるといいかもしれないですね。これはね使いどころいっぱいありそう。この浮力をねあえてちっちゃくすることによって、沈みはしないけど浮きもしないみたいな、この絶妙なねラインを辿ることができると。そしてちょっと事故るとね、ああいう風にバカみたいなスラスターがね、こんな風にね挙動がおかしくなるので、そこはね注意してください。これがね、この方向転換システムの一番の難点ですね。これめちゃくちゃ難しい。何なんだろうって感じ。あ、さよなら、さよなら。よし、ということで以上2つ目ボートでした。皆さんもぜひ作ってみてください。はい、ということで最後ですね、皆さんに紹介していきたい乗り物がですね、こちら。こちらっていうか今から作っていくんですけど、何作るかと言いますとですね、水陸両用の車両になります。はい、やっていこう。これはワクワクしちゃうよ、ということで、まあ基本の手順は同じですね。やっていきましょう。はい、これでできましたと。そうして続いてやっていくこう基本ムーブね。この要するにね、何をするかというとですね、1と2を合わせたら3になるよという、この足し算の発想ですよね。要するにこれでね、ちょっと待って、この壁ちょっと内側にやんないといけないということで、これでこうだね、行きましょう。でさっきはね1個へこましてたんですけど、これをへこますのをやめて、この2つとも同じような高さにしていきますと。そしてですね、続いてがホイール台ですね。こちらをこんな感じで4つつけていきましょう。これもね4つ、ポン、はいはいはい、ポン、はい、完璧です。はいはいはい、オッケー、これで4つつけましたね。これで高さが同じです。さっきのねオフロードカーとは違ってね、均一に作っていきます。続いてやることはこれスラスターですね。スラスターをつけていきましょうと。つかなくなった、なんだこれ。ついてください、ついてください。邪魔なオブジェクトがあります。ないけどね。これですか、スラスター台を置きたい、置きたいよ。ダイナミック基礎につかなくなったよ。どうしたんだろう、ん、なんだ、どうしたんだろう。つかなくなっちゃった。ちょっと待ってね、なんかおかしくなった。そんなことある、バグってる。ちょっとね、皆さんね、こんなバグないと思うんですけど、バグった場合はこうやって上にね基礎を並べて、まあ最終的にねフレーム作るんで、こういう風にね、これを応用してというか、そのフレームにスラスターをつけるとですね、まあまだいいんじゃないかと思います。いきなりバグり出せん。こんな感じでもうスナップしちゃえばね絶対起きるからね。これでこうしてこうすると OK。 これでまあ最終的な枠組みはね変わりないんで、まあ大丈夫かと思われます。そうして壊しちゃったタイヤですね、つけていきましょうと。はい、OK。 でも基本的な構造はね、あの一番最初の車と同じなんで、あれを見てねやってみてください。
ください。忘れちゃった人はね。で、バグっちゃった人はここを見てやりましょうという感じですね。で、そうしたら最初の操縦部分を共に作っていきましょう。またまた。そしてここからがね、さっきと違うポイントなんですけど、風船をね、置かなきゃいけないと。この一番端っこぐらいにね、風船をほいっと置きましょう。なんでかというとですね、重いんですよね。重いとね、沈んじゃうんですよね。で、こうしますと。そうすると、だいたいいいかな。ということで、下の支えを壊していきましょう。よし、オッケー。あ、デコレーション忘れてた。はい。毎度おなじみデコレーションなんですけど、この柵のこの愉快な手すりね。これをつけると、また車っぽくなりますよと。メカメカしくなりますね。あと、スラスターだ。スラスターをつかなかったからね、ここに。つかない人は、この基礎のここにつけると、まあ問題なく動くんじゃないかなと、理屈的には変わらないはずなので、と僕は信じております。つけることができましたと。さあ、ということでね、早速発進していきましょう。水陸両用車まで。3、2、1、GO! まず、水ですね。水の上をこういう風に走ることができます。はい、素晴らしいですね。おー、遅延がすごい。こんな感じでね、水の上をまあ難なくね、走ることができますと。はい、右行ったり、はい、左行ったりって感じで。さあ、陸に行けるかと。はい、陸に行くと、はい、このまま陸走れちゃうよ。はい、陸走れちゃうよ。ということで、水陸両用車がね、完成いたしました。これやばくね。俺実験した時びっくりしたもん。天才的な乗り物を完成しましたと。まあ要するにさっきの2つをね、混ぜるとこうなるって感じですね。はい、こんな感じで陸も問題なく走りますよと。これ理屈としてはやっぱりあれですよね、風船がね、やっぱ肝になってくるという感じですよ。こんな感じで水陸両用車の完成でございます。いや、いいですね。これはワクワクしちゃうね。さあ、ということでできました。この操縦ミスったらね、さっきみたいにハンドル飛んでくんでね、そこは注意していただいて。はい、ということでこんな感じで水陸両用車の完成でございます。はい、ということでね、今回は皆さんからね、たくさんのリクエストがありました。乗り物のリクエストに答えていきました。前回のね、構成に続いてとっても役に立つ内容になったんじゃないかと思います。皆さんね、いつもね、コメントたくさんありがとうございます。 X の方でね、ハッシュタグアフロ先輩見てくれ頼むでね、皆さんのご自慢の村とかね、まあその他ね、いろいろ言いたいこととかあればね、すべて目を通すようにしておりますので、よかったらね、 X のフォローもよろしくお願いいたします。ということで、こういう動画が好きだよって方はぜひチャンネル登録と高評価、コメント通知音よろしくお願いいたします。それではまた次回の100日後に帝国を作る男シリーズでお会いいたしましょう。またねー。くらっ。